はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。面白い記事見つけましたよ。連合ニュース。これ多分初めてちゃうんかな、連合ニュースをネタにするのは。あったかもしれませんけどね。私の理解ではね、与党よりですね、韓国のムン・ジェイン政権よりですね。12月25日ですか、昨日の17時28分に出た記事だそうです。タイトルはですね、ムン大統領、韓国政府徴用判決に関与できない安倍首相に説明。まあ、なんでもないタイトルなんですけども、まあまあ、先日24日に、中国政党で行われたですね、韓日首脳会、韓日って言うたらあかんね、日韓首脳会談ですね。日韓首脳会談で、2人のやり取りがですね、出てくるわけなんですよ。これ面白いですよ。伝えられてる通り、安倍さんがですね、ちゃんと条約守ってえな、それはそっちで解決する問題やろということを持ちかけたときにですね、向こうがどう言うたかと。こういうふう一文がありますね。ムン大統領はまた、重要なのは解決方法を探すこととし、本質をめぐって論争すれば問題をさらに難しくするだけだ。解決方法を見つけるために知恵を集めていきたいと伝えた。これは、強制徴用問題で激しく対立を続けるよりも、両国が早期に折衷案を見つける必要があるとの呼びかけと見られる。このね、韓国側の書き方ですからね、こう書いてあるんですけど、これね、なんでこの記事見つけたかっていうとね、シンシアリーさんのね、ブログなんですよ。読ませていただくと、その部分を。一見二人で用意しよう、二人で知恵を絞ろうとしているけども、実は一人がもう一人に責任を押し付けているだけです。まずムン大統領の本質はやめようという発言は、このままだと破綻する。それでいい？それでいい？それいいわけないよね。だから根本的な話ではなくて、その場しのぎで何とかしようよという話でしかありません。知恵を集めようという言葉も、その意味は韓国政府が解決すべき問題や、韓国は国際法違反状態にあるという日本の主張を否定するものでしかありません。まあまあ、そういうことですよ。ごまかしに過ぎないし、このムン大統領としては、この請求権問題、強制徴用問題と言われてますけど、強制してへんって。自分で来はったんやって。使ってくださいって言って。まあ、それはええんですけど、徴用問題に関してですね、判決最高裁が、向こうの大法院、日本の最高裁にあたる大法院の判決が確定したという問題、そこからですね、日本製鉄と三菱重工の資産が差し押さえられているという問題、これに対してですね、本質をめぐって論争すれば、問題をさらに難しくするだけって言うたのは、本質をめぐって論争したら自分たち部がないというふうに、自ら認めてるようなもんちゃいますもん、これ、はっきり言うて。解決方法を見つけるために知恵を集めていきたいというのは、まあ、シンシアリさんがおっしゃる通り、なんとかごまかす手を考えようやという。こういうね、発想でいらっしゃる限り、この問題は解決しませんね。ただ条約守ったらいいだけの話ですよ。まあ、日本的に言わせるとね、日本側からすると。このムン・ヒさんっていう向こうの、上皇陛下に謝られてたあのおっさん、国会議長ですけど、あのおっさんの今、なんか変な提案してますけど、それも話題にも上らないっていう、まあ、両国政府ともそれには不満っていうか、日本政府は黙殺してますね。韓国の聴和で大統領府もあれは不十分であるみたいな発言がありますね。だからあれは解決策にならないというのがどうやらコンセンサスのようでございます。じゃあどうしたらええのということですけども、このね、連合ニュースの中でね、これおもろいなと思ったのは、この一文があったんですよ。強制徴用訴訟で賠償を命じられた日本企業の韓国内資産が、来年2から3月に現金化されると予想される中、現金化が実行されれば政府の関与がさらに難しくなるため、問題の解決を急ぐ必要があるとの認識を示したものと受け止められる。
2月から3月に現金化されるんですか。まあ遅いですけどね。早せえや、それは。ほんまにって。あれ、三権分立って言うんやったら、法のもとに粛々と進めたらええやん。でもう現金化されててもええ頃やん。って、僕は思うんですけど、なんか伸ばしに伸ばしてるんですよ。ねえ、判決を出すために、最高裁から逮捕者まで出して、判決出せって言うたのに、執行になると何グズグズしてんの。早やったらええやん。という話です。で、日本政府は金がですね、これが強制執行されたら、現金化されたら制裁するというふうに言ってまして、麻生さん、財務大臣ですね、なんかは、金融的に締め付けもあるよみたいな発言をなさっています。金融的に締め付けるということはどうするかという、どういうことかと言いますと、日本の金融機関に対して韓国の輸出入の保証をするなということを言えるわけなんですね。やったらあかんでって、財務省の下に金融庁がありますからね、金融庁からお触れを出してもうたらいいわけですよ。韓国の輸出入に関わるなと。そう言うただけでですね、韓国の貿易はほぼストップするんですよ。そんなんね、戦略品目の輸出管理の強化ぐらいでは済みませんからね、それね。いきなりサムソンもですね、外国に物を売るときに、あれですよ、決済方法に困らなあかんわけですよね。まあ、売るときはね、まだね、いいんですよ。お金もらう方ですから。買うときですね、困るのはね。買うときに、現金を振り込んでから送ってって言わなあかんようになるわけですよ。めちゃくちゃ大変やと思いますよ。それ元来だから、自国の銀行でね、輸出入やるときは自国の信用状を出してもらって、それで決済の保証をしてもらうんですけど、韓国の銀行って信用がないんで、貿易取引で外国の企業はその韓国の銀行の信用状を受け付けないと言われてるんですね。だいたい日本のみずほとか三菱 UFJ がそれをこう代わりにやってるというのが現実らしいんですね。それやめろって、やったらあかんって言うたら、これはもう恐ろしい制裁で、やるんでしょうかね。一遍そういう構図が見てみたいとずーっと僕は思ってるんですけど、なかなかこのね、現金化されないんですよね。11月にされるの超短とかと僕は思ってたんですけど、あれ、判決出たん9月頃、判決というか、差し押さえしたん9月頃ちゃいましたかね。もうね、現金化されててもええのに、という頃でございます。はい。で、これだからね、韓国内でもね、うちは三権分立やって言うてしもたからね、ムーさんね、解決法ないんですよ、実は。法的には。政府がね、止められへんんですよ。建前上。だってあれは司法機関やもんっていうことになるから。どうする？だからね、解決のしようがないですね、実のところ。だから、本来あの判決は出ないっていうか、あれは、徴用工の、あれは賠償を認められないっていう判決が出てれば何の問題もなかったんですけど、それを認めるね、判決を出すであろう裁判官を最高裁の懲戒に据えたっていうところでですね、このムーンさんの敗因があるんちゃうかなと思う。多分、ムーンさんはそれを出してほしくて、その最高裁の裁判官を自分の息のかかった人にして、で、その判決を出させたんでしょうけども、出させたことによって、ものすごく自分の首を絞めてるわけですよね。反日やりたいんやったらね、もうちょっとその、上手にやらはったらええのに、なんでわざわざね、自分を苦しいところで追い込むような、で、すっと、ジーソミアやったらすっと引っ込められましたけど、これ引っ込められへん問題なんですよね。判決が出てますと、その日本でも例えば最高裁が判決を出して、でそれが条約違反状態に仮にあれば、日本の最高裁はそんなことしませんけどね、国際法に違反するような判決は出しませんけど、まあ、仮に出してしまったとしたら、じゃあ安倍ちゃんそれをどうするかって言ったら、やりようがないんですよね。もう確定してしまったらどうするんでしょうね。超法規的措置とかって言い出すんでしょうかね。昔ありましたけどね。まあ、そういうことでもせんとですね、その裁判所の判断以外のことを政府が強制するということはかなり難しい問題でございます。ですんで、まあ、面白いですね。これから、明日ですか、慰安婦の判決も出るみたいですよ。2015年に結んだ
パククネ政権と結んだあれですね、あの慰安婦のなんたら財団を作って、それでもう最終的な解決とするという日韓合意ってあるんですけど、それは憲法違反ちゃうかという訴訟があって、それの判決がね明日出るんですよ結構楽しみですよね、はい。このね、連合ニュースのニュースサイトは貼っておきますんで、ご興味のある方は読んでみてください。あの短い記事でございますんで、さっと読めると思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。